ユーフォルビアレシニーファーは、モロッコ原産の東大草属植物の一種。アトラス山脈の丘に分布している。園芸名は、八角キリン、追いキリ高くブラ油リンなど。種小名のレシニーファーは、ラテン語で、樹脂を持っているを意味する。いいレシニーファーの茂みいいレシニーファーは、高さ50センチメートルに成長する低木で、 幅2メートルに達する多くの茎を持つクッション状の茂みを作る。茎は直立多肉で一見サボテンに似ており、4つの角がある。角には短いが鋭い6ミリメートルの棘があり、茎におよそ1センチメートルの間隔で並んでいる。金縁種の対象キリンと同様に、モロッコ沿岸及びカナリア諸島に分布する。八角キリンは全体にわたり、 科学やけどを引き起こす有毒な化学物質であるレシニフェラトキシンを高濃度に含んでいる。危険であるため素手で触れたり傷つけたりすることは避けるべきである。レシニフェラトキシンは新たな鎮痛薬開発の出発物質として用いられている。ありがとうございます。